丸子に吐いてばらまかないと寝られやしない、やりきれない地平の探査ぶちまけなんて作戦しない、一生そうして心臓を投げ合って接せるわのがこの街のようなモラリティなんだ。オーセリティこそが全てなのという少女に気まぐれな登場なつかさぶから着々ダンスする会いに行きたい放熱が本日の今日一体の空には警報級の悪だ国が降るようです。白昼堂々駅のホームではたくさんもの現実感が彼の背中を線路内焼け落としてる、一人一人の命がエンタメのように貴様織り込み印みたいに消しカスとなってローキーコンテンツ終わるだなんてほら話に、そうだったらいいなと逆に願ってる騎士燃料の時代、何不自由ないこれ以上もないくらいの公正な公正に僕らは見えない何かを欲していた、何千回何万回バカな言葉のように後悔をするのがこの街の面白いところなんだ。バカ騒ぎしようぜ。